皆さんこんにちは、田中ひなです。今日はですね、ちょっと早いんですけど、もう月末ということで、1月のお気に入りをやっていこうかなと思います。最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、ということで早いですね。年明けてもうね、1月が終わろうとしてるだなんて、はぁ、こうやってね、だんだん年を取っていくんでしょうね。まあ、今回もスキンケアとかそういった感じのものが多いかな。はい、そういった感じのものからご紹介していきます。まず一つ目はこちら、カネボウのフレッシュデイクリームですね。私の最近の毎日メイクでもご紹介させていただいたものになるんですけど、お化粧前に使うクリームになっていて、まあ、下地としても使えるような保湿クリームです。これを知ったきっかけが、田中みな実さんがおすすめしていて、もう何度も何度もいろんな動画で言ってるんですけど、 Amazon プライムにあるビューティーザバイブルっていうね、動画があるんですよ。その番組私すっごい大好きで、でその時にねご紹介されていて、そうでずっと気になってたから買って今使ってるんですけど、めっちゃおすすめしたい。これは本当に全然乾燥が気にならないですね。だからといってよれるってことも私の場合はなかったので、乾燥肌の方とかは特にいいんじゃないかなって思えるアイテムでした。香りとかはねないかな。でね、ちょっとピンクっぽい感じのクリームなんですよ。まあトーンが上がるとかはないんだけど、保湿力に関してはすごい抜群なアイテムです。では続いてこちら、これ多分お気に入りの中では紹介してなかったんじゃないかなと思うんですけど、RMK のダブルトリートメントオイル、これもですね、田中みな実さんがおすすめされてたの、インスタライブだったかな、何かで見てそう気になって使ってるんですけど、いやすごいですね本当に。結構前からすごい有名なアイテムですよねこれ。で使い方は、ね、お風呂から上がった後にこれをね、2層になってるじゃないですか、バーっと振って手に、まあ4、5滴出してこう温めて顔にこうなじませる。でその後に化粧水とかをするんですけど、これしてからだとすごいお肌がこう柔らかくなって、化粧水の入りがすごい良くなる感じがあるので、はい、気に入ってます。もう欠かせないこれ。香りはね、柑橘系の香りがします。でこれそういうなんて言うんだろう、こう保湿をさらに良くしてくれるアイテムではあるんですけど、買う時に店員さんから話聞いたのが、こう漢方の成分が入ってるらしいんですね。だからこれを使うだけでもこうデトックス効果があるみたいで、すごい流れをこう良くしてくれるらしいです。だからね、こうマッサージとしてね、こう使うとさらにいいですよって教えてもらって、うん、そういう風に私もいつも朝晩使ってるんですけど、特に朝とかはやっぱね、むくんだりするから、優しく優しくマッサージして、その後に化粧水をつけるって感じで使っています。でこちら、最近のお気に入りの香水です。ロエベの香水なんですけど、ウーマンとメンがあるんですけど、私はウーマンの方の香りを持ってます。サイズこれ 50ml のものです。全然 50ml でもね、そんなにたくさん香水ってね、いっぱいこう振りかけるわけじゃないから、香りめっちゃ好きですね。ずっと気になってて、店員さんにね、お試しでこう振りかけてくれるじゃないですか、こう小さい、それをいただいてそのままバッグにしまっておいたんですね。でそれすっかり忘れてて、私出すのを、で普通にそのバッグをまた使おうと思って開けたら、すごいいい香りがこう漂って、これ何のやつだろうって思ったら、そう、このロエベの香水のやつをね、入れたまんまだったっていうのを気づいて、めちゃくちゃこう香りも持続するし、いいなと思って。あんまり私香水は得意な方ではないんですね。つけるのも忘れるくらいの人なんですけど、これはそこまできつくないです。夏って感じよりこう秋冬な感じの香りかなって思ってます。なんか甘めなんだけど、
重くないみたいな、すごい説明が難しい香水は、でもとりあえずすごいいい香りなので、まあ、気になる方はぜひあのお店に行ってね、はい、試してみるといいと思います。では続いてこちら、モエクリームグローリーゼアというねヘアトリートメントクリームなんですけど、ボディにも使えるようなものになっていて、あの私は髪の毛、今日もねあのこっち使ってるんですけど、ヘアセットを最近するときは、まあ、N ドットオイルも使うんだけど、最近こっちが多いです。まあ、理由としてはあのクリームって私すごい避けてたんですよ。だけど あんまりベタっとしてなくって、であとなんと言っても香りがめっちゃ好き。 N ドットオイルって、苦手だってっていう方は中にいると思うんですけど、その方にはちょっと試してもらいたい香りです。ちょっと出してみるとこういう感じね、両このくらいを手にバーっとこうなじませて、もうこれだけですごい香りがこうくるんだけど、まあ、あの内側にこうやってつける、ストレートの時にも私よく使うんですけど、この時期って、まあ、乾燥とかもあってすごい静電気がすごいじゃないですか。そのまとまりを良くしてくれる、だけどベタっとならずにさらっとなんて言うんだろうな、こう動きが出てまとまりが出るからおすすめのヘアクリームです。では続いてこちら、ピンスのディップです。韓国のね購入品でも紹介させていただいたんですが、もう買ってから私は最近ずっとこればっかり使ってますね。今日も使っております。よく一番使うカラーが8番、この色、赤みが強めで、まあ、ちょっとブラウンがかかってるというか、まあ、黄みがかかってるような感じの色かな。まあ、どれもすごいいい色味で、あとね、ティントなんですね。だから落ちにくい。だけど、パサつかずに、ツヤもしっかり残ってくれるっていうのが気に入ってて。これが8番。ぐちゃぐちゃになっちゃったけど。5番もね、すごい可愛いんです。でも私の肌的には、これ一色はっていうよりは上に重ねることが多いかな。あのね、10番の色もすごい大人っぽくて可愛い。こういう感じです。ティッシュでちょっと拭き取っただけなんだけど残るでしょう色が。まあそれがねすごい気に入っているわけなんですが、パッケージもすごい可愛いし、アイシャドウも買ってね、まあそれはまた購入品とか、あと Get Ready With Me も出してるのでそちらを見ていただけたらいいかなと思うんですけど、それもすごい可愛いし色がめちゃくちゃ綺麗です。まあ多分ヒンスっていうこの私ブランドがすごい好きなんだと思います。ずっと好きなロム&のリップがあって、でそのロム&のリップもめちゃくちゃ好きで、それと同じぐらい最近気に入っているリップですね。じゃあ続いてこちら、ローファーです。あのインスタでね一回写真を出したことがあると思うんですけど、その時に履いてた靴でバイムニールというところの、靴になるんですけど、あのユナマンションっていうブランド、あの私がすごい好きでおすすめしているブランドで、あの本当にパンツの形が綺麗なんです。でその姉妹ブランドとしてあの最近出たブランドなんですけど、そう、そこの服ももうまためちゃくちゃ可愛いんです。で、まあ、何点かね、あ、そうだこれも着てるやつ可愛いですよね、このシースルーのトップス。最近のお気に入りのね、お店なんですけど、そう、そこで買ったこのローファーがお気に入りです。理由としては、私、足のサイズが結構小さくって、で幅も小さいんですよ。だから結構、こう、脱げやすいというか、特にこういう、まあ、ローファーとかパンプスとかもそうなんですけど、カパカパと、ぴったりサイズを買ってもね、かかとがずれたりとか、この幅がね、なったりするんですけど、これはね、すごい自分の足に合っていたのか、そういったことがなくって、そう、サイズは23センチなんですけど、自分にぴったりで良かったなと思っている靴です。で、あとはね、形がすごい良くって、なんて言うだろうな、先がこう、尖りすぎず丸まりすぎずっていうこの大人っぽい感じのデザインと、色合いも濃すぎないブラウンで重くならないっていう感じ、そしてこのなんて言うんだろう、程よい光沢感。あのローファーってね、ちょっと一歩間違えたら子供っぽくなりすぎちゃったりだとか、仕事用の靴に見えちゃったりだとかするので結構難しいんですけど、そう、それがなんかならなくって、
うん、すごいバランスの取れるようなローファーだなと思って、はい、お気に入りに入れました。春先とかだったらね、もう全然短めのねスニーカーソックスみたいなものとか履いたら可愛いんでしょうけど、まだちょっと寒いので私はいつも長めの靴下を履いて、ちょっとくるぶしのところを見せて、はい、これを履いてっていうようなスタイルが多いです。はい、では最後がこちら、アマイルのバッグなんですけど、こういう小さめのショルダーのバッグ、あのねコンパクトなんですけどかなり収納性があって、そう、荷物が入るのがすごい気に入ってます。まずね、あのここにこうちょっと今荷物入れてるんですけど、こうやって荷物が入るでしょ。でこっちにも同じく入って、であのこの中にもね入るんです。だから私はねこっちのチャックに、まあ、大事なものというか、まあ、お財布とかねカード系のものを入れて、この間にリップとかを入れてすぐ取り出しやすいようにしてます。ここもね長さが調節できるんですけど、私は結構この長さが多いかな。ここも可愛いよね、ワンポイントになって。でシンプルに黒だから上品な形っていうのもあって、あのワンピース系のお洋服に合わせても可愛いし、かっこいいめの感じ、カジュアルなパーカーとかに合わせてもまたこうカジュアルっぽいね印象にガラッと変わって見えて、で今日の感じにしてもねまたモードっぽいというか、そういう雰囲気になって、いろんな系統に合わせてもこう印象がまたすごいこうハマってくれるようなバッグですね。すごい気に入っております。はい、ということで以上が1月のお気に入りでした。まあ、毎月ね今月のお気に入りっていう感じで月末にやってるんですけど、まあ、今年はねこういった感じで、2020年初めての、今月のお気に入り動画でした。いや本当にね月によって結構ね使うものだったりだとかね、変わってくるからね、それがすごいまた自分もやってて面白いし、うん、過去の動画とか見てると、あ、その時はね自分こういう気分だったんだってそうなるから、うん、すごい自分もやりながら楽しんでるんですけど、皆さんからの情報もすっごいねもういい情報をいただいたりとかすることも多くって、そうなので皆さんからのまたおすすめだったりお気に入りのアイテムとかぜひあれば教えていただけるとすごく嬉しいです。はい、では最後まで動画を見ていただきありがとうございました。もしよかったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。How can I tell?